皆さんこんばんは、今日も今日の一曲いってみたいと思います。はい、今週も1週間始まりましたね。先週はですね、浜田省吾さんがですね、ツアーの千秋楽を、迎えて、ツアーをね、完走したということで、本当におめでとうございます。そして素敵な時間を、多くの皆さんに届けていただいて、本当にありがとうございました。はい、それでは今日の一曲なんですけども、そんな浜田省吾さんにですね、感謝の気持ちを込めて、浜田省吾さんのツアータイトルといえば、やっぱりね、オンザロード、今日はですね、オンザロード歌いたいと思います。それでは行ってみましょう。浜田省吾さん、ライブツアー、感想おめでとうございます、そしてありがとうございます。浜田省吾さんでオンザロード。この道の彼方、約束されたはずの場所があると信じて生きたい。もう一度火をつけて、街角に立ち、わずかひとさじの慰めにも心震わせて、君の痛みと彼女の寂しさ寄り添うように、時を重ねる二人を救うはずだった夜は、体と心を引き裂いただけ。この道の彼方、約束されたはずの愛があると信じて生きなよ。もう一度孤独に火をつけて、鍵を下ろした部屋の冷たさにレコードかけ、テレビつけても聞こえる音は自分の胸を打ち続ける。虚しい鼓動、今夜誰も聞くことのないメロディ、誰もが一人歌っている。この道の彼方、約束されたはずの場所があると信じて行きたい。もう一度もう一度孤独に火をつけて。
はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。本当にね、浜田省吾さん、1年間、素敵な夢を見させていただいて本当にありがとうございます。はい、ね、ぜひ来年も再来年も、もうね、毎年やってほしいなっていう、感じなんですけどね。はい、本当にありがとうございました。はい、それでは昨日のコメント読んでいきたいなと思います。はい、それでは昨日のコメント読んでいきたいなと思うんですけど、昨日はですね、和田アキ子さんに、浜田省吾さんが提供した曲、愛して、浜田省吾さんバージョンということで、歌わせていただきました。はい、池田信弘さん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。長年の夢が叶いました。そうですか。でもまだ完璧というにはね、ほど遠い、そんな感じだと思うんですけども、ちなみに、番組は飛べ必殺裏殺しのテーマソングで、劇中 BGM で メロケも使われてます。あ、そうなんですね。飛べ必殺裏殺し、必殺シリーズなんですかね。はい、必殺シリーズのなんかパロディ版っぽい、そんな感じの、題名ですけども、多分リクエストがなければね、やることはなかったと思いますんで、本当にありがとうございます。しのさん、いつもありがとうございます。おはようございます。和田アキ子さんへの楽曲提供、ダンスウィズミー、初めてシェリーに行った、何年前かぶりのカラオケで、検索してみたけどなかった。マインドスクリーンといえば朝のシルエット、朝のシルエット、僕も好きですね。好きだなと。片岡芳雄さんの、小説のようなドラマがある。あ、この朝のシルエットがですね。はい、まあ浜田省吾さんの曲はね、もう本当一曲一曲が本当ドラマですもんね。谷さんのちょいちょい入る、初対じみたネタ、洗濯物 のこととかいいな。そうですか。ね、今日もちょっとね、うちのヌーノがですね、ベッドのシーツにね、ゲゲしちゃって、それをね、朝洗って、さっき取り込んだんですけどもね、普通に生きてますので、はい、初対人見たネタも、ちょいちょいね、またまた出てくることかと思いますんで、ぜひお楽しみに。はい、ありがとうございます。調子いい感じさん、いつもありがとうございます。ご無沙汰しております、ご無沙汰しております、ありがとうございます。実家の父親が、入院から退院したものの、介護施設に入居になったのでバタバタしておりました。あ、そうなんですね。つかの間の癒しの機会を得て、有明2日目に参加してきました。あ、いいですね、よかったですね。やっぱ最高でした。最高ですよね。センターステージの柵の隣で、感動の連続でした。あの頃の歌大好きだなね。今回の選曲良かったですもんね。いいですね、センターステージの柵の隣。いやいやいや、もう省吾さん目の前じゃないですか。最高でしたね。はい、ありがとうございます。ゴーストライトさん、いつもありがとうございます。有明アリーナの、天井に木の梁を巡らしてますよね。あ、そうなんですか。有明アリーナ行ったことないんで分かんないんですけど、あれは何か意味あるの、どうなんでしょうね。ピアアリーナ MM って音の跳ね返りがひどいし、アプローチが長い階段だったり、そうなんですよね。歩道に並ばされたり、歩道、確かにそうかもしれないですね。二度と行きません。ね、僕もちょっとね、ピアアリーナはね、ちょっとがっかりでしたね。なんかもう、なるべくこじんまりとしたスペースの中にね、そのアリーナを作ったっていう感じがね、もう目に見えてわかるアリーナですよね。こんなに高いのみたいな、4階まであるのみたいな。そこまで詰めるみたいな、そんな感じがありますけどね。はい、まあ僕もね、そのピアアリーナでね、誰がやるかによっては行くとは思いますけども。はい、大阪ホール、大阪城ホールや、日本武道館はさすがにいいですが、やっぱり日比谷の野音だな。酒は飲めるし、タバコも吸える。あ、それ最高ですね。
それ最高ですね。日比谷の野音って僕実は行ったことないんですよね。ぜひ行ってみたいですね。尾崎が飛び降りたとこですよね。ねえ、本当にお目当ての人がいたらね、ぜひ日比谷の野音行ってみたいなと思うんですけどね。はい、ありがとうございます。はい、皆さんコメントありがとうございました。はい、ということでですね、今週も始まりました。ね、1月もあっという間に終わってしまいますけども、2月3月ってなるとね、その今年のフレッシュな感じがね、忘れ去られていきますので、ぜひこのフレッシュな、今年のね1月最後満喫してほしいなと思います。はい、それでは今週も、楽しんでいきましょう。それではまた明日。